て、できちっと止めます。きちっとね止めて、で次ここのラインで、ここもねなんかこう上のこの布と下の糸が、糸じゃないし、下の布がシワになってないかちょっと上からこう触って伸ばしながら待ち針を刺すというのが、まあ、ポイントにはなります。はい、これでとりあえず待ち針留めるのは完成で、裏から見るとこんな感じになってます。これ本体の裏になりますね。そうして次にここのラインを縫います。このネックラインを直接ここ、これですね、ここのラインをこう一周縫っていきます。それじゃあちょっと縫っていきたいと思います。で一応ね、縫いながらもこう上布と下布をこう伸ばしつつ、こうシワにならないようにね、こう今縫い終わりましたので、次の段階に移ります。はい、今ですねここのネックラインを一周縫いましたので、ここの内側をですね、まあ5ミリないし1センチぐらいかな、5ミリから約1センチぐらい、残して、ここをくり抜いていきたいと思います。で下ね、もちろんカッティングボードを敷いてください。まあ、最初1センチぐらいで切っていってももちろんいいと思います。あの後からね、ちょっと後から狭く、今切りましたので、もうちょっとだけあのハサミでね、まあ5ミリないけど、まあもうちょっとだけ整えて短めにしたいと思います。いいかなと。今ここ切りまして、あとここにですね、切り込みを入れていきます。あの円形になるので、でこんな感じで、とにかく縫い目を傷つけないように。そしてですね、ここのまっすぐ、比較的まっすぐなとこは切り込みは少なくていいんですけど、ここの傾斜というか角度がきついところはちょっと多めに入れていった方がいいと思います。ここのラインなんか本当はもっとね、とにかく一周ぐるーっと切り込みを入れました。今切れ込みが入ったのが分かるでしょうか。一周ぐるっと切れ込みを入れます。そしてですね、これがまあ見返しの折り返しのあの布になっておりまして、こっちの下が本体になっております。そしてこっちが後ろ、こっちが前なんですけど、まあとにかくこれをですね、こっちの裏側にこう折り返していきます。はい、
繰り返していきます。はい、こうね、きれいに、こうね、でひっくり返しますね。ひっくり返すとこんな感じになってます。この辺、この辺、さっきまあ、丸まってたんで、そのままにして、こう、切ったんで、こんな感じには、なってますけどね、ちょっと待って。そして、さすがにね、ちょっと綺麗にやっぱ仕上げたいから、ちょっとアイロンかけましょう。よし、何回か折り返して、できちんとここのね、縁の首のラインの縁のところをきれいにぐーっとで、ちょうど円形になるようにここにラインが取ってありまして、まあこれ表から縫っていった方がいいかなと思うんです。裏ね、裏にまたちょっと印がなかったんで、裏で取っていってもいいと思うんですけども、まあ、とにかくシワにならないように縫えば、表から縫っていった方がいいかなと思いますので、あんまり強くね引っ張るとニットですからずれちゃいますので、今待ち針で、ここ留めましたのでね、ここの外のラインを縫っていきたいと思います。よいしょ、ここの円形のラインは縫えたので、次このね、首の際のここのラインを、1ミリ、2ミリぐらいでね、まあこっちに落とさないようにね、縫っていきたいと思います。よいしょ。縫えたんですけど、ちょっと余分なところを、はい、ですね、縫うのはもうこれで完成です。それで今ね、これ後ろから見たところと前から見たところで、これが後ろのラインで、こっち前になります。で、まあ前から見たラインは、まあちょっとね、ここ正直言うと、ちょっとステッチがね、落としてまではいないけど、落ちそうになっちゃってね、ここがちょっと、まあ、ここだけ、まあ、ほとんどわからないんですけれどもね、そして今度円形に、今回ね、ちょっと、円形に見えるのが一番、こう、外からこっち、表なのでね、表側なので、これがこう、はらりとなった時に、こう、お分かりになりますかね。これがちょうどこうネックラインになるわけです。そして、実際にね、作った作品はここを、ここも端かがりをしておりましたが、今回というか、今後作るときは別に、これほつれがほとんどないのでね、この生地に関して言えば、これが、例えばめくれ上がってですよ。端がめくれ上がって、表地からこう、ベローンと見えるようであればですよ、こう。まあ、そこがちょっと、そこまでの縫い代がないので、まあ、このぐらいの生地であれば、ここがめくれ上がっても、こっちは干渉してこないのでね。ここの直接表から見える、こちらから表側から見える、サイドに関しては干渉してこなければ別に、まあここで
チリチリってなってもそんなには、影響ないかなと。あとまあこれが丸まって肌に当たることで違和感があるようでしたら、もうちょっとこっちのステッチをこうもう一本縫ってもいいでしょうし、そこはまあ着て本人のね感触で決めてもいいと思います。それでさっき丸まってんのそのままカットして、ここだけこんだけなんかだらしなくなっておりますので、ここだけねカットは今しますけれども、ということで、まあ、今回のネックラインの作り方はこういう感じに、なります。今私がねこれ作った、ネックラインですけど、このネックラインのね、今回ちょっとねボートネックよりはタイトにしました。ここの幅をボートネックはもっとちょっと広くていいんだけど、で正直妻が来た時にこのシャツをね、このシャツ着た時にちょっとやっぱり下に着ているね肌着というか、それがちょっとやっぱ脇からここが見えちゃったので、ちょっとやっぱそこちょっとだらしなくとしても見えてしまうところもありますしね、まあ気にしない方は気にしないでしょうけども、なのでちょっとだけここの幅もね、実際のところ 17.5 センチの幅にしてちょっとタイトにしております。それでいきなりね今回やったようにラインっていうか切って縫って完成させてもいいですけど、一回ちょっとこの、まあ、こっちのね裏地の大体の大きさの、これは後から作ってもいいですけど、どういうネックラインにするか、ネックラインの形大きさでかなり印象も違ってきますので、それは皆さん着ているその T シャツなりね、ボートネックのシャツなり、そこからちょっと自分に似合うね形をちょっとね面倒ですけど探ってみるのもいいかなと思います。ちなみにまあ今回妻が私の妻150センチぐらいですけど、頭の大きさがまあ普通ですか、私は大きめですけど、まあ普通ではありますが、後ろ3センチ前8センチ幅 17.5 で、まあ円形はまあなんとなく撮りました。そして実際ねここだけ撮って作ってみて、自分にこうやってはめてね、今回ね私頭ねでっかいんですよ、62か3ぐらいあるんだけど、ね、まあ私でも入るんですけどね、こうやってはめて実際着る方がですよ、で大丈夫かどうしようかなとか、ここが前がこうだらーんって開きすぎてもダメだし、こっちの首にかかってくるようでもあんまり綺麗に見えませんしね、で幅と深さとあと後ろもどうかなみたいな、もうちょっと下げてもいいか上げてもいいかっていうのはあるとは思うんですけどね。で私もこれ入るのでね、まあ、この形で撮ってもいいかなとも思ってるんですが、まあそれは、またね自分のやるとき理想のサイズは測っていきたいと思います。でまあ別に男性でもちょっとね、まあ女性はちょっとこれは幅広ですけどね、女性って幅広でもちょっと綺麗には見えるんですけど、男性はやっぱりまあちょっとねタイトというか、まあ普通のこう綺麗に見える幅と丈が、まあその多分これをご覧になっている方はほとんどが女性で、まあ旦那さんなりまあ家族なりまあ彼氏なりに作ってあげるシチュエーションもあると思うんですけど、まあ別にとにかくね前と後ろの幅はまあ同じにして、とにかくその人に合う幅と丈を探ってですね、そして同時にここのラインも丸にするか、まあ男の人だったらね V 字でもかっこいいと思うんですけどね、まあ、そういうのを探っていって、作り方は本当ねショルダーネックで
ショルダーネックじゃない、すいません、ドロップショルダーなのでね、ドロップショルダーで男性も全然いけると思いますんで、僕この方法でちょっと今度男性もね、もう春夏になってきますんでね、ちょっとそこを探ってみて、でこの形でも全然はまあちょっときついけどね、脱げるんですよね。なのでいっそのことこれでいこうかなと思っておりますけれども、はい。でまあちょっとね、なんか今日もまあ長くなったかなとは思うんですけれども、やっぱり首にとってね、ビロビロってなってると、ちょっとこうだらしなく、なんか古い T シャツ着てるんですかみたいな感じでなってくると思うのでね、やっぱ一番こう洋服見るときってね、ここの首って、こうここって一番目につきやすいというか、一番最初にこの辺に来て、まああと袖次こう下にバーッと行くかなと思って、視線というかね、よく広告は Z でこう Z のあれでこう見るってなって言いますけど、洋服に関して言えば、なんか一番最初ここの襟というか首周りのところで印象が決まってしまうところもあると思うんで、一番重要な、ね、ネックラインが重要に、ここをきれいにしてれば、ね、なんかその洋服の印象がだいぶ、アップするんじゃないかなとは思うところもございます。で今日の、男のソーイングはこんな感じです。だいぶ長くなりましたけれども、最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。男のソーイング鈴木パセリでございました。皆様も次回お会いする日までお元気でお過ごしください。それではさようなら。ありがとうございました。さようなら。